こんにちは。今日はですね、この間、名古屋に営業行きまして、後輩の森安バンバンビガロと、そのバンバンの YouTube チャンネルで、楽屋間、通してやったんですが、合間にこう、空き時間があったので、そこで生配信してたんですけど、まあ、その中で、もう何も決まってない状態で生配信始めて、そこで僕の、イリュージョンならぬ、肉ジョンを、いや、まあ、マジックみたいなことをやったんですけども、それが思いのほか、反響がすごかったので、バンバンからそこの部分だけのデータをいただいて、西大チャンネルの皆さんに見てもらいたいと思いますので、今回はその模様をご覧ください。どうぞ。ほな、はい、ちょっとムーンの人は申し訳ないけど、ちょっとマジックしたろか。はい、俺のえげつなマジックあんねん、はい、マジックっていうか、はい、まあ、表情を見て数字を当てるっていうやつやねんけど、はい、これはほんまにちょっとマジシャンの人に、はいはい、まあ、弟子入りというか、はい、1から60まで1から60数字、はい、頭に1個描いて、はい、俺顔伏せとくから皆さん言うて、その数字、数字指で言いますね、うん、はいはい、あ、あ、は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 、OK? OK です、はい、じゃあ今からカード6枚見せます。こういうカードがあるので、はい、カード6枚見せますので、僕その表情を見とくので、はい、この中にあるならある、ないならないと教えて。あります。ある？はい。この中はないです。この中はあります。この中はないです。この中はあります。この中はないです。25。正解？正解です。もうめっちゃ表情わかりやすいな。いや違いますよ、その。いや俺はどこのこう神経というか、その揺れてるとか全部分かってる、はい、そのもう全部教えてもうて。さっきの1枚だけ見せてもうていいですか？例えばこう、それをこんだけいっぱいあるんで、うん、その中にあるって言われても、この例えば25だったんですけど、これ書き25っていう数字だけが空いてるのを見てて、それでなんかとか言ってたらその表情でわかるんですけど、そんないっぱい中でもわかる。わかる。だから別に俺はその一応カードはきっかけだけであって、俺はそのどこの表情筋がパッて揺れてるかって見てるから。僕がある時にどこ、この中でどこを見てるかを見てると。目線じゃない、表情筋。表情筋、うん、だから無表情でいかんと、このここのほっぺたのどこが揺れるとかのやつ全部俺見てるから、その瞬時に。もう一回、もう一回いいですか、すいません。その寝てる時ちょっと可愛いですよ、お兄さん。じゃあ次は寝といてください。いけました。はい、いくね。もう僕ほんまに 無症状でいきます。こんな子はないです。こんな子はないです。こんな子はないです。こんなかあります。こんなかないです。こんなかないです。32。うそー。いやもう、なんで。声もやで、声も、声の微妙な揺れと全部俺分かってるから、はいはい、それめっちゃすごくないですか。これすごい。通して目これやってみようかな、舞台で。自信見えません、見えません。お客さん1000人以上いてて、携帯の画面ありますとか言われて。声変えてみ。声のな、ちょっとバンバン表情と声の合わせ技で分かりやすいに。ちょっと寝るわな。はい。お客さん、不転でして。じゃあ、ほんまにもう決めました。 OK。 あ、待ってです、もう、すいません。はい、OK です。2個で。はい。あります。ないです。ないです。ないです。あります。あります。いやいやいや、もう。今のはどうですか？7や。なんで、なんで、なんでですか？なんか裏行こうとして、なんか騙そうとして、とかその声の揺れな、その別に、アニメとか言っても、そこで俺は、見てない、その表情筋と声の揺れで声の。いや、めっちゃすごいです。
うん、そうやろ。はい、その表情筋なんてそんだけで分かるんですよ。いろんな感情分かってしまいそうで嫌ですけどね、現実生活、うん、すごいやろ。じゃあ怪しいと思ってるやん。いや、思ってます。はい、ちょっとあのスタッフの裏ちゃん今手空いてたらちょっと呼んできて、はい、見てる人もバンバンやったらなんかやってんちゃうかと思うやん。もし裏ちゃんちょっと空いとったらちょっと呼んでいきます。これね、ほんまに僕ちょっと修行じゃないけど、あの教えてもうたというか修行受けたんですよ。あ、瞬きね、瞬きを見てたっていうことでもないねんな。来てくださいました。お、んならちょっとバンバンそこにおって、はい、で、うらちゃんこのこっちに、うらちゃんメガネもしとき一応、はい、こう座って、はい、今ちょっとごめんな、本番大丈夫、はい、うん、今ちょっとあの今配信中やねんけど、あ、はい、スタッフのうらちゃんね、で、うらちゃんちょっとこう寝転ばなあかんねん、これ寝転ぶ、こうしてこうして、それこれ決まりなんですね、これルールやねん、はい、ごめんな、本番中に。今から1から60の数字を表情だけ見て当てるので、今から頭に1から60の数字を思い描いて、バンバンにも教えて、指で、はい、声に出さず、はい、1から60どれでもいい、俺見えへんから。はい、はは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 はで、あのカメラにも携帯も向けて見てる人にも数字出してみて。ははははははは、オッケー、はい、オッケー、はい、はい、これは石田兄さんの表情を見とか、逆にで、これ怖いのはもう裏ちゃんこのフェイスシールドとマスクも結構大きいから、じゃあこれ で今からカード6枚見せますんで、その中にあるならある、ないならないって言ってください。その間に俺は表情筋を見て数字当てますんで。表情見えませんやん。はい、行きます。こんなのある？ないです。はい、こんなのはあります。こんなのはあります。こんなのはないです。こんなのはあります。ないです。はい、28ですね。うわぁ、怖い、怖っ、合ってるやろ。合ってます。だいぶ難かったで、このフェイスシールドとマスクのやつ。いや、もう目しか見えてないんですよ、これで言うと。表情も何も、いや、その表情なんてあるやん、おでこもあるし、この辺のその目の下の筋肉で表情筋やから。で、僕、浦野さんがめっちゃお上手やったんです。すぐあるって分かっても、うん、考えてありますと、うん、ね、ちょっと間が溜めてはったから。だからその間とかで俺やってないもん、表情筋見てるだけやから。表情筋で余裕ある。はい、思ってたやろ。思ってました。はい、裏ちゃん、はい、仕事戻ってよ。お疲れ様です。ごめんな、急に。すいません。いや、なんかうさんくさいっちゃうかと思われてもありやから、ちょっとすごい、すごいですよね。はい、次もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。裏ちゃん、本番まで次俺らあと何時間？あと7時間ぐらい。ごめんな、裏ちゃん。ありがとうございます。すごいです。どうよ、バン。いや、なんかでもやたら表情筋って言わはんのが気になるのはあるんです。うん、なんか表情筋、表情筋って。あ、でもすごいですね。俺次子やから、そのやっぱ教えてもらうその師匠によってその流派が一緒やね、あの、はい、鬼滅と師匠がどれかっていう数字の舞。そうそう、数字の呼吸、数字の呼吸。あ、よかったわ、こんなできて。すごいびっくりしました。うん。